子供の将来の成功を決めるのは才能でも IQ でも運動神経でもありません。やり抜く力です。そういうことですよね。はい、こんにちは。ライフスキル教育講演家のミスターオカチです。今日も来てくれてありがとうございます。今日のテーマは知らないと損するやり抜く力の育て方です。すぐに諦めてしまう。失敗が怖いから新しいこと挑戦しない。 自分なんててややっても無理やそんなお子さんはいませんか小学校時代の僕がそうでした言いたいことも言えずやりたいこともできず諦めてそして我慢するそんな人生でしたやり抜く力がなかったんです最新の教育学の研究ではこの最後までやり抜く力が将来の進学率成功 年収そして幸福度に大きく影響するということが報告されています英語力じゃないんですスポーツができるとかそんなんじゃないんです自分が決めたことを最後までやるやりたいって思ったことをその情熱を持続させるそういう力が我が子のそして皆さんのお子さんの将来の成功を決める今回の動画では 1>, 1万人以上の子どものやり抜く力を伸ばしてきたライフスキルコーチのミスターオカチがご家庭でできるやり抜く力を育むための関わり方そして行動習慣を厳選して5つ紹介したいと思いますこの動画を聞いていただいて1つでも実践していただければ。 皆さんのお子さん、そして関わる子供のやり抜く力がぐーんとレベルアップする。それをお約束するので、最後まで聞いていただければ嬉しいです。普段このチャンネルでは、子供の教育に役立つ情報、そして生きていく力が湧いてくる。そんな動画を配信してます。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それでは早速紹介していきます。まずは一つ目。ちっちゃい頃の写真を一緒に見る。 そうすると子供の心の中に安全基地ができます赤ちゃんの頃はいっぱい写真撮りましたよねアルバムたくさんありますよねそれを一緒に見てあげてくださいねそしてねお話しするんです、えー、この時ね大ちゃんねソフトクリーム買ってねめっちゃ喜んでたんだけど石でつまずいてこけちゃってウェーンって泣いて大変だったんだよとか お湯気会でピーマンマンの役やって、すっごい元気いっぱいにやってたよ。これがその時の写真だよ。とか。あ、このディズニーランドの写真。このね、スペースマウンテン乗ってる時は良かったんだけど、その後夜のパレードで一人で迷子になっちゃって、お母さんとっても心配だったんだから。というようなお話をしてあげるんです。写真を見せながら。そうすると、子供自身は、 自分は大切にされているんだ。必要とされているんだ。愛されているんだ。ここにいていいんだって。そんな感じで居場所ができるんです。心の中に安全基地ができるんです。その安全基地があるから挑戦できる。行動できる。一歩踏み出せるんです。失敗しても失敗を恐れずに行動できるし、失敗してもすぐに立ち上がることができる。それができるのは 心の中に安全基地があるからなんです。だからこそ、ちっちゃい頃の写真を一緒に見て、思い出話と一緒に子供と楽しんでください。これが一つ目。二つ目、レッテルを貼る。そうすれば、根拠のない自信が湧いてきます。レッテルを貼るという言葉、これは悪い意味で使われることが多いと思います。あいつはやっても無理や、いつも遅刻する。 全然挨拶もできへんや、絶対出世せえへんそういうふうに人間をレッテルを貼るとレッテルを貼るとまさにそれ通りの行動をするようになるんですはいこれピグマリオン効果って言われていて人間っていうのは自分の周りの人が期待している通りの行動をするようになるどうせ遅刻すると思っていたらその人は遅刻するんです絶対やっても仕事できへん と思ってたら仕事ができないんです例えば僕僕ね小学校であの進学塾に入ったんですけどめちゃくちゃ勉強してたんですめちゃくちゃ勉強してたけど全然成績が上がらなかったまあ、ちょっと自信なくしてたんですけどその時に先生が変わったんです先生がガラッと変わってその先生が僕を見てお前は絶対志望校に合格するよと あいいね頑張ってるねとかやればできるねその調子でやったらいいよっていう風にめちゃくちゃ期待してくれてめちゃくちゃ僕のことを信じてくれたんですそうするとなぜだかわかんないけどどんどん勉強が楽しくなってえー、っとね相手の期待に応えようとどんどんこう努力をすることで成績が上がっていったんですよ。 そうなんです人間っていうのは周りの人が自分のことどう思ってるのかなとかどんなことを期待しているのかなっていうことを、えっとね、無意識に察知してしまうんですだからこそいいレッテルを貼ることが大事なんですどんなレッテルを貼るかあなたはやればできるっていうレッテルと頑張れる子だというレッテルこの2つが大きいですよねやれば絶対にできる っていうレッテルと努力ができる頑張れる子だというレッテルこの2つのレッテルを貼ってくださいそして100%を信じるんですやればできるって絶対に頑張れる子だって100%を信じきるんですこれが本当に難しい成績がいいからやればできるって信じられるこれ当たり前です優し,い優しいお手伝いをしてくれたからあの,あの子はいい子だねって思うこれ当たり前です ね、お手伝いをしていなくても、成績が悪くても、頑張れる子、やれる子だと信じる。いつか絶対その子の花は咲くって信じる。これが、ものすごく僕にとっては一番大事なことだなと思っています。ただ、期待が強すぎると、プレッシャーやストレスで子供を潰してしまったり、子供がお母さんとか大人の顔色をうかがうようになります。例えば、 たけし君は英語勉強したらいいと思うよ。英語勉強したらもっと賢くなると思うよ。絶対向いてると思うな。やらないとあなたのことを嫌いになるよというような内心で強いメッセージを持ってしまうと嫌いになるよというメッセージが子供に伝わります。 じゃあ子供はこれやらないと嫌われるんだと思ってビクビクしながらそれをやるようになりますそうするとやり,やり抜く力も自己肯定感も育っていかないんですだからこそどちらを行動するのかどんな行動をするのか子供に任せるそしてどちらの行動をしたとしても期待通りのことをしなかったとしても私はあなたのことが好きですよというメッセージを発するということこれがとても大事です お子さんはあなたが期待する通りに育っていきます内心でどのようなことを思っているのかどのようなことを考えているのかそれが全部伝わりますだから頑張れる子そしてやればできるんだそれを信じきるということこれがとても大事だなと思っております三つ目困らせるそうすることで自分ごとになります字がうまく書けないと将来困るよ 英語話せないと働くところないよ。いや、そっちの道行ったら危ないからこっち行きなさい。というように、子供がやろうとしていることを親が決めてしまったり、口出ししてしまったり、途中で手を貸してしまう、そのようなことはありませんか 分かるんです僕もねあの子供と接しているとそのように口出ししたり手を貸してしまうことあるんです子供に失敗させたくないし困らせたくないし辛い思いをさせたくない自分が英語で困った字,を字が下手で、えー、っとみんなにバカにされただからそのような思いを子供にはさせたくないそういう気持ちがあるから子供に手を貸したり困らないようにするそれも分かるんですただ 全部親が決めてしまったり親が手を貸してしまうとうまくいかなかった時とかその結果が出た時にそれを親のせいにしてしまうんですこれは僕が決めたことじゃない僕がやりたいって思ったことじゃなくて親が決めたことだから点点点そっから学ぼうとしなくなるんですよそうですやり抜く力で最も大事なことは自分が 選んで自分で決める自分でやりたいって気持ちを持ってそれで行動するということこれがとても大事なんです子供に決めさせるということ親が決めない親が口出ししないそして子供が困ったタイミングがあったらその困ったタイミングが学ぶ時なんです 学ぶ瞬間、学んでいる最中なんです。困ってるからこそ、それをどうにかして乗り越えたいという気持ちが出てくる。頭で考える。いろんな人と力を合わせて考えて、そして行動していく。そのプロセスの中で、嫌な気持ち、悲しい気持ち、挫折経験、いろんな感情が湧いてくると思います。そのすべてが、子どもにとって学,ぶの学びの瞬間なんです。 その瞬間をどうか奪わないように積極的に子供たちを困らせてくださいもちろん命に関わることとか他のお子さんに怪我させたりするとかそういうことであれば介入することは大事ですでも命の危険がない他の人にも迷惑がかからないそのようなことであれば積極的に困らせてあげてくださいそして子供自身に決めさせてあげてください 困っているときは学ぶとき、困らせてください。四つ目、生徒になる。そうすれば学んだことが頭に定着します。やりたい夢や目標に向かって行動していくと、いろんな問題やトラブルが起きてきます。その問題を解決するためには、いろんな知識、いろんな能力が必要なんです。言い換えれば。 学校で学んだことや本で学んだこと、教えてもらったこと、それを実際に使ってその問題を解決していくことが必要なんです。それではどうやったら学校で学んだことを使えるスキルに変換できるのか。アメリカの教育研究家の報告では、学んだことを使えるようにするために一番大事なこと、それは人に教えるということだそうです。 学んだことを人に教えるそういうことです先生になるということそうなんです相手に分かってもらうためにはまずは自分が分かっていないと教えることできませんよねそして相手が例えばより自分よりも10個ぐらい下やったら先生から教えてもらったことをそのまま話したら分からへんだから 子供にわかるように、例えばこういうことだよっていうのを自分の経験、過去の経験と結びつけて話すことが必要なんです。その教えるというプロセスの中でいらない情報が抜けていって、本当に必要な情報と自分の過去の経験がぐっッギュっとこう結びついて頭に定着していく。忘れない知識になるんです。忘れない。だからそれが使えるスキルに変わるんです。 ただ、親御さん自身も忙しいのは知ってます。もう1時間、2時間、も1日それに付き合うのは難しいっていうのはわかります。ですので、5分で大丈夫です。1日5分でいいので、今日は学校でどんなこと学んだえ、どんな新しいことを知ったのというふうに聞いてみてください。そうすれば、子供が、 こんなことあったよ、あんなこと教えてもらったよっていうふうに子どもが先生になって皆さんに教えてくれると思いますそれを毎日続けていけば学校の授業を受けている時でもあこの話面白いあとでお母さんに説明しようあこれお父さんに役立つかもしれないあとであとでノートにまとめとこうというようにアウトプット前提でインプットするのでその学びの効率がギュッギュッギュッと上がっていきます ですので、子供の生徒になってください。五つ目、どんないいことがあると聞いてみる。そうすれば、ミッションができるんです。やり抜く子と諦める子の一番の違いは何かやり抜く子はミッションを持っているんです。 今やっていること、その先にはどんないいことがある、どんな問題が解決する、自分はどういうふうに幸せになって、自分の大切な家族、友達はどんないい,いいふうな生活を送っているというように、やっていることだけじゃなくて、やっていることのその先、その先の世界を描いて、今、この瞬間に没頭しているんです。例えば僕 僕ね、あの、サラリーマンの時、お薬を販売する営業マンをやっていました。でもね、最初の時は全然面白くなかったんです。お薬の営業をする、お薬を売りに行く。それはノルマのためにやっていたから。それをやらないとここで居場所がなくなるから、ノルマのためにやらなければならないと思ってやっていたんです。でも、ある時、考え方が変わって、 その僕がやってることの先にどんないいことがあるのかっていうふうに想像するようになりましたそうすると僕はうつ病の薬を売っていたんですけどもこのうつ病の薬を販売することでうつ病の患者さんが早い段階で治すことができてお仕事にも復帰できて毎日を楽しく生活することができるそのために僕は先生方にうつ病の情報を提供するんだ そのように先の世界をミッションを持つことで毎日の仕事が楽しくなったんですやらなければいけないことがやりたいことに変わったんですこれがミッションの力諦める子はやりたいことをやらなければならないことに変えてしまうでもやり抜く子はやらなければならないことをやりたいことに変えてしまうその力を持っているんですそののの一番の力の差は ミッションを持っているかかどうかなんですそのミッションを持てるかどうかは親御さんの言葉がけ次第、言葉がけで決まってしまいます。どんな言葉がけをしたらいいのか、簡単です。それをやったらどんないいことがあるその勉強したらどんないいことがあるのと、やってることに対して 言葉を問いかけをしてあげてください。で、その言ってくれた言葉に対して、うーん、じゃあ、それをやったらさらにどんないいことがあるっていう風に、どんどん抽象度を上げていくと、未来の世界が見えるようになってきます。はい。ミッションを持つ力、これがとても大事だと思います。はい。こんな感じで、やり抜く力を育てるための5つの行動習慣を紹介させていただきました。それではまとめです。まずは1つ目。 赤ちゃんの頃、ちっちゃい頃の写真を一緒に見て、それでいろんな思い出話をしてあげるということ。そういうことで、えー、その子の心の中に安全基地ができます。安全基地ができると一歩踏み出せるようになるんです。二つ目、レッテルを貼る。レッテルを貼れば、 根拠のない自信が育ちます。なんとなく自分はできそうな気がする。そんな自信が育つんです。ですので、やればできる子だ。そして頑張れる子なんだ。というレッテルを貼ってください。その子を信じきってください。三つ目。 困らせるということ。そうすることで、やってることが自分ごとになります。自分ごとになるから、自分から進んで解決したい、やりたいっていう気持ちが出てきて、そして頭で考えて行動するようになります。そのプロセスの中で学ぶよ、ま、学べるようになるんです。困ったときは、学んでいる瞬間です。その瞬間をどうか奪わないようにしてあげてください。四つ目、生徒になる。そう。そうすると、学んでいることが頭に定着するようになります。 そう人間は人に教えてるときに一番学んでいますですので、えー、生徒になって1日5分でもいいのでどんな、えー、今日どんな楽しいことあったのどんなこと学校で勉強したのって聞いてあげてください5つ目これが一番簡単ですねどんないいことがあるのと今やってることに問いかけるそうすればミッションができますそのミッションを持てばやりたいことが ずっと持続するやりたいを持続する力がつくしやらなければならないこと嫌なことでもやりたいに変えるそんな力がつきますですのでそれをやってるとどんないいことがあるのと問いかけてみてください以上ですこんな感じで普段のあのセミナーとか講座で親御さんに教えてることを厳選して5つ紹介させていただきましたいきなり全部するのは難しいと思うのでまずは1つから。 なんかこれやってみようかなと思うことを1つから実践していただければ少しずつ変化していくんじゃないかなと思いますこのようなやり抜く力を育てるための行動習慣とかやり抜く子を育てるための関わり方っていうのを大いね100個ぐらい今頭の中にあるのでもしあの皆さんからね、えー、評判が良ければ、えー、どんどん配信していきたいと思いますので、えー、いいねボタンとかコメント残していただけたらめっちゃ嬉しいです はい、といとうことで、このミスターおかっちのチャンネルでは子どもの教育に役立つ情報とか生きる力が湧いてくるそんな動画を投稿していますよかったらチャンネル登録をよろしくお願いしますはい、ということでまた皆さんお会いできるときを楽しみにしていますワンダフルな一日をさよならミッションは大事です